はい、こんにちは、スワクテカと申します。初めましての方は初めまして。今回はですね、マスターデュエルでの、私ね、シャドールデッキの紹介と、あと、基本的なコンボの説明と、あとですね、まあ簡単な試合、そのリプレイをですね、解説付きで、こちらの動画で紹介していこうじゃないかということで、この動画を上げさせていただきました。ひたすらね、シャドールについての動画なので、ずっとこの、なんだろう、僕の解説がずっと続くと思います。それでよければ、ご視聴ください。ちなみにですね、一応なんですが、こちらの証拠としまして、私、こちら、はい、最高ランク到達しました。こちらね、無課金です。無課金で到達したので、いやー、なんか意外と早かったですね。はい、ずっとシャドールでいきました。やっぱりね、僕にとってシャドールっていうのは、もう遊戯をやる意味の一つというか、もうシャドール全員一を目指しているので、もうシャドールの素晴らしさというものを皆さんに知ってもらいたいと。なんか言ってるじゃないですか、 YouTuber とかが、エルドリッチ強いよとか、ドライトロン強いよとか、先行分回しイエハーとか、そんなんじゃないんだと。シャドールこそが遊戯王なんだと、シャドールこそが最強なんだということをね、ちょっと皆さんに知ってもらいたい。ただ、まあ一つ言えるのは、シャドールは分かってないと無理なので、僕が一から徹底的に皆さんにお教えします。なので、これを見て少しでもね、シャドールを組みたいと。シャドールっていうのは素晴らしいものなんだということをね、分かってくれたのなら、皆さんちょっとシャドールをね、組んでみてください。ありがとうございます。お願いします。じゃあ早速、デッキの紹介からいきたいと思います。いきましょう。こちらですね。はい。すいませんね。私のね、これ、スチーム版でやってるんですけども、めちゃくちゃゴミですね。ほんとすいません、はい。こちらね、ちょっと待ってくださいね。大丈夫か。はい。はい、芝刈りシャドールになります。60枚デッキです。60枚と15枚。上から、再紹介と思います。まず、サイフレームドライバー1枚、増殖する G3 枚、サイフレームギアガンマ3枚、シャドールヘッジホック3枚、ハルーラ3枚。なんでこんなバラバラなんだ。で、シャドールウェンディ3枚、シャドールリザード3枚、白雪が1枚、妖精、あ、フェアリーテイル白雪が1枚、召喚者レイスター3枚、シャドールエリアルが2枚、で、シャドールビーストが2枚、モンスターが1枚ですね。次に魔法カード、ハーピーの羽ボーキ1枚、愚かな枚数1枚、テラフォーミアーズ1枚、シャドールフュージョン3枚、強欲で貪欲な壺3枚、隣の芝刈りが3枚、召喚魔術が3枚、マジカライズフュージョンが1枚、暴走魔法神が2枚、超融合が2枚、エルシャドールフュージョンが3枚、禁じられた人しずくが3枚。以上です。次にトラップカード、マージェストのディノミスクスが3枚、シャドールインカネーションが2枚、シャドールーツが1枚、シャドールークが2枚ですね。いかがでしょう、 2枚か。2枚やった。で、次にエクストラデッキいきます。はい、エルシャドールミドラーシュが2枚。エルシャドールアプカローネが2枚。エルシャドールエグリスタが3枚。あ、違う、1枚。エルシャドールネフィリムが1枚。召喚獣アウゴイデス1枚。召喚獣メルカバ1枚。ショッキーナーグが1枚。で、グラビティコントローラーが1枚。アルテミスが1枚、クロシープ1枚、そしてベルテアナコンダが1枚。以上になります。はい、それではやっていきましょう。採用リルからいきますね。まずこちら、サイフレームドライバーとサイフレームギアガンマですね。これはですね、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、相手フィールド上、相手が発動したモンスター効果を無効にするということができます。光属性ということなので、こちら、エルシャドルネフィリムをね、出すことができるということなので、融合素材としても使えると。で、他にですね、例えばこのデッキの最大パワーカードであるこちら、隣の芝刈り、これに対して相手のこの春うららのカウンター、これをサイフレームギアがあれば、春、芝刈り発動、相手の春うらら、それにチェーンしてサイフレームギアガンマということに、発動することによって相手の春うららを無効にしつつ、モンスター2体を並べることができると。で、さらにね、モンスター2体並べれば、こちらね、モンスター2体のクロシーブなんかを出しちゃって、まあもちろん融合素材に使ってもいいよと。で、さらに芝刈りによる莫大なアドバンテージができるということになるので、これもとりあえず入れておきます。また、このカードは手札に発動するカードなので、相手の墓穴の指名者といったハンド誘発を妨害してくるカードの効果を受けにくいです。まあ、その分、春うららとか屋敷わらしとか食らってしまうんですけどもね。
まあこの状況、ここでは2枚なんだね、純制限ということなので、この2枚とサイレンドライバーと、素引き締めてしまった時はもうおとなしくね融合素材に使うしかないんですけれども、ただ一つ言えるのはこちら、あまりねこれに固執しない方がいいです。あの発動できなければできない、例えばハンドニックサイフレームギアガンマがあるじゃないですか、その時にじゃあモンスターセットするのやだな、相手のモンスター効果無効にしたいしなということで、例えばシャドールヘッジオック持ってるのにセットしないでおこうなんていうのを考えるのはちょっとナンセンスだと思います。もし融合ができなくてこういったカードがあるならもう割り切ってもうモンスターをね、自分からモンスターを出してこのサイフレームギアガンマを使えなくしたとしてもね、もう使えりゃラッキーぐらいでいいと思います。基本的には融合素材と、そう考えましょう。でこちら増殖する G、 まあまあまあぶっちゃけた話入れない意味はないという強カードですね。こちらはい、ね、ドロー効果を抑止するということで、ドロー効果じゃなくて特殊召喚を抑止するカードですね。シャドールならではのかわし方として、例えばこの増殖する G に墓穴の指名者というカードを打たれたとします。墓穴の指名者というカードがわからない人がいるので、私今買ってないんですよねこれ、あれちょっと待ってね、あれなんで、なんでだ、ちょっと待ってくださいね、あれなんで、あれなんで検索できないの、あれ なんで、ああこれか、あ持ってるやつ、ごめんなさいこれですね、あすいません、はいこちらですね、はい、どこまで言って、増殖する G に対して相手が墓の示しを打ってきましたと、仮にね相手が墓の示しを打っていくと、このままだと増殖する G が除外されたら増殖する G の効果無効にされるんですが、こちら、このシャドウルーク、相手の、まあ、僕が増殖する G を打ちました、それに対して墓の示しを打ちました相手が、でこれを伏せてたとします自分がね、じゃそれに遅延してシャドウルークを打つんです。でシャドウルークを打ってこの、手札でコストとして墓地に送った増殖する G と、シャドウルカードね、墓地のシャドウルカードを除外することによって、こちらエルシャドウルシェキナーが地属性モンスターとシャドウルモンスターの、これを融合素材とするモンスターですね、これを出すことによって、増殖する G、墓穴の指名者、チェーン、シャドウルークで自悪順処理によってシャドウルークで増殖する G とシャドウルモンスターを除外してシェキナーが出てきます。でその処理時に、墓穴の指名者が適用されるのですが、もうその頃にはねシャドウルークで増殖する G が除外されているので、増殖する G を除外することができません。なので増殖する G は通るということになるんですよ。で増殖、自分の増殖する G を通しつつ自分はモンスターエルシャドウルシェキナーガを出すと、そういうかわし方ができます。相手の墓穴の示しのかわしね、これは覚えておいた方がいいです。あのこれは別にあの増殖、なんだろう、シャドウルークでなくてもこちらの白雪でも可能です。こういったかわし方ができるよと。はい、次、シャドールヘッジホック。デッキからね、モンスターカード、モンスター、じゃあシャドールカードをサーチするという2つの効果を持ってるんですが、リバース効果の場合、魔法トラップカードをサーチすることができます。これですね。はい。で、墓地に送られた、効果で墓地に送られた場合、シャドールモンスターをサーチという効果を持ってます。これいつに限らず、シャドールというモンスターたちは全部リバース効果、裏守備の状態と、から表になった時に発動する効果と、効果によって墓地に送られたら発動する効果の2種類があります、はい、シャドウルモンスターね、こいつの効果はですね、シャドウルモンスターを持ってくるという効果と、シャドウル魔法トラップを持ってくるという2つの効果なんですが、モンスターをサーチする方は基本的にはそうですね、初ターンで使いたいかなという話です。できればセットで使って魔法トラップをサーチしたいというのがこの時ですね。モンスター自体は結構アクセスする手段があるんですけれども、魔法トラップカードをサーチするというのはなかなかないんですよね。このデッキですので、デッキ売るたらばリバースからなんですけれども、こいつの攻撃力守備力とも非常に脆弱なので、下手しての下手あの残していると下手したら死ぬ可能性がある。どんなデッキに、だって増殖する陣に殴られるんですよこいつ守備力200だから、
ですので、やるとするのなら、まあ、できるならばですけどね、相手ターン中に、まあ、ウェンディ、こいつはウェンディは効果で墓地に置かれたらデッキからシャドルモンスターをセットするという効果を持っているので、ウェンディでセットしてから、相手ターンでセットしてから自分のターンでリバースしたいっていうのがあれですかね。まあ、もちろんこれはもう場合によりますけれども、はい。で、ハルーララ。まあまあ、これもね、持っているといいでしょう。まあ、入れている理由の一つとしてもね、こちらのエルシャドレイ、グリスタを出せるということでもあるんですが、まあ、これはあんまり考えなくていいと思います。単純な汎用カードとして出しましょう。まあ、これも先ほど言ったように、ハルーララに対して、墓穴の指名者を撃たれた場合ね、相手の墓穴の指名者を撃たれた場合に、まあ、シャドウルークによって、こいつを出すことによって、買わせるよと。これも覚えておきましょう。で、シャドウルウェンディ。このカードが墓地に送られた場合、デッキからシャドルモンスターをセットすることができます。効果で墓地で送られた。で、リバースした場合、デッキからシャドルモンスターを裏守備または表から守備で特殊化する。一緒やないかと言うんですけども、リバースした場合は、デッキから表側表示で出せます。で、効果で墓地で送られたら裏守備でしか出せません。だから自分でリバースしたら表側でも出せるので、まあ、表側になることって基本的にあんま意味ないんですよ、シャドルって。だってリバース効果あるから。で、表側にして何か意味があるのかっていうと、こちらですね、リンク体を出せると。裏側のままだとリンク召喚には使えないんですが、表だとリンク召喚にできるので、まあ、シャドルウェンディから表で出して、まあ、例えばベルテアナコンダのようなリンク2のモンスターを出すということにつなげられるよというのを覚えておきましょう。で、まあ、基本的に裏守備ですけどね、基本は。で、一つ注意なのが、ウェンディを融合素材に使う場合で非常に厄介なのが、この増殖する時の問題です。例えば手札にウェンディと、まあ、シャドールドライバーがあったとします。で、シャドールフュージョンを発動しましたってなった時に、ここに相手に増殖する G を打たれると非常に辛い。なぜなら、ここ効果使っちゃうと、2枚ドローを確定するじゃないですか。相手にね。でも、かといって使わなかったら非常にもったいないっていうことになるので、増殖する G のことを考えるというのならば、例えばヘッジオックでサーチするとき、デッキからモンスターをセットしたいな。じゃあまあ、シャドールウェンディだな。とかを考えるんじゃなくて、サーチするのはシャドウェンディだなと考えるんじゃなくて、例えばリザードを持ってきてリザードを、ね、経由させるようにするとかね、そういった工夫を考えましょう。ちょっと順番が順後しちゃ、の前後しちゃったな。シャドールリザード、これがシャドールの根幹ですね。シャドールといえばこいつって感じです。すべての始まりの場所、ビギニングプレイス、これがシャドールリザードです。シャドールとはシャドールリザードに始まり、シャドールリザードで終わります。そういうぐらいの重要感です。ノーマルというのが信じられません。一番レアリティ低いです。なんでやねんマジでなんでやねんさ あこいつの効果、このカードがリバースしたとき、フィールドのモンスター1体を対象として発動できる、そのモンスターを破壊する。このカードが効果で墓地を送られた場合、デッキからシャドールカード1枚を墓地に送るという効果です。リバースした効果の破壊効果なんですが、これはあまり使いません。ぶっちゃけた話、使わない。効果破壊という非常にね、ポピュラーな破壊な上に、対象を取ってしまうので、買わされることも多い。それよりもこの2つ目の効果です。効果で墓地を送られたとき、デッキからシャドールカードを墓地に送るという効果。これが全てです。シャドールを墓地に送るということは、存在するシャドールのカード全てにアクセスができるということと同義なわけです。ですので、基本的にこいつを経由してやることは山ほどあります。例えば愚かな埋葬でシャドールリザードを墓地に送って、デッキからシャドールヘッジオックを持ってきて、ヘッジオックでシャドールガードをサーチということになると、単純に愚かな埋葬でヘッジオックを落としてサーチする、シャドールカードをサーチすると何が違うのかというと、例えばシャドールークが伏せてある場合、愚かな埋葬でヘッジオックをサーチして、ヘッジオックを落としてサーチだと墓地に1枚しかたまらないんですが、愚かな埋葬でリザードを経由して何かを落とすということによって、シャドールが2枚になるので、シャドールウークを即座に発動させることができるということです。また、例えばシャドールリザードチェーン、シャドールヘッジオックで、ヘッジオックの効果でデッキからサーチしたいというところに、先ほど言ったように墓穴の指名者なんか打たれてもシャドールでかわせると。これが愚かな埋葬で直接シャドールヘッジオックを送った場合だと、シャドールーク発動できないから、かわせないわけですよ。で、その時最悪の場面になる。ですので、基本的にはどんなカードもシャドールリザードを経由してから動きたい。デッキからね、シャドールを落とすという時には。
もう全ての始まりである根幹と思いましょう。本当に重要で、次、シャドールドラゴン、リバースした場合フィールド上の、カード1枚を手札に戻す効果と、効果で墓地を送られた時魔法トラップカード1枚を破壊することができるという効果です。リバース効果はそこそこ強力で、リザードと違って魔法トラップも戻せます。まあ、ただこいつ守備力ゼロですからリバースで出してるとどんなモンスターにもやられてしまうという弱点がありますね。1900という攻撃力が魅力なのですが、それよりもですね、やはり、効果で墓地を送られた場合フィールドの魔法トラップを破壊という効果、こっちの方がよく使いますね。これの一番の利点はですね、環境の最前線を突っ走っているエルドリッチというゴムカスステロイドハゲデッキのスキルドレインとか群雄割拠とか、王宮の直命とか、そういったカードを自由自在に割れるということです。スキルドレ、特にスキルドレインを割れるというのはむちゃめちゃでかいです。墓地に送られたらの効果なので、スキルドレインを無視して破壊することができます。ですが、先行一旦目だと使いにくいというのと、やはり複数枚積んでると、まあ、魔法トラップカードを使わないデッキというのもありますからね。そういうのも含めて、まあ、1枚でいいんじゃないかなという感じですね。次に、妖精電気白雪、このカードが召喚特殊召喚に成功したとき、相手フィールド上のカード1枚、モンスター1枚を裏側表示にできるという月の書を内蔵したモンスターですね。で、墓地に存在、このカードが墓地に存在する場合、自分の手札フィールド墓地から、このカード以外のカードを7枚を除外することで特殊召喚できるということで、この効果は相手ターンでも発動することができます。でさらにターン制限がないので、1ターンに何度でもコストがある限り発動させることができます。で光属性なので、こちらのねシャドウネフィリムを発動させることができると、あ、じゃあ発動させてね、融合素材にすることができると、はい。使い方としましては、まあまあまあ、もちろん融合素材に使うのが一番一般的なのですが、相手ターン中での妨害ですね、特にこちらのねミドラーシュ、シャドールの根幹というか、こいつに結局ね集約されるんですけれども、あのシャドールの戦い方というか、エースモンスターというか、それね、こいつを守るために、例えば2200しかミドラッシュちゃん攻撃力ないので、2500のなんでしょうね、例えばエルドリッチとかにね攻撃された時に、じゃあ白雪効果と、まあ、効果発動して、特殊召喚すると、で特殊召喚で効果で相手のモンスターね、ミドラッシュちゃんを破壊しようとする悪い子を裏趣味することによって守ってしまうと。まあ、あとはエクシーズモンスターとか、効果を発動して、オーバーレイユニットを取り除いて発動するモンスターとかを、それをさせる前に白雪を出して裏守備にすることによって、素材を取り除くこともなく、効果も発動させることもなく、そのままね、沈黙させるっていう効果もあって、非常にね重要なカードであります。ただやはり7枚除外というのは痛いということもあるので、芝刈り云々とかがないと使いにくい分あると思います。芝刈りを使わない場合はぶっちゃけ 使えて1回っていうとこでしょう。よほどのねデュエルが長引かないかと、まあ、それぐらいの割り切り感で使ってしまっていいと思います。はい、でこちら召喚師アレイスター、テラー、違うごめんなさい、召喚者アレイスタ、このカードが手札から墓地に送る、このカードを手札から墓地に送ることで、融合モンスター1体を、そのターンのエンドフェーズまで1000ポイント攻撃力、守備力アップさせる。で、このカードが召喚リバースした場合、デッキから召喚魔術に迫る手札に加えるという効果を持っています。攻撃力、守備力を上げるバンプ効果。これはですね、別に出すモンスターが融合モンスターであれば何でもいいので、別にシャドウモンスターだろうとも、エルシャド、召喚獣モンスターだろうと、何でも構いません。融合モンスターだったらいつでも使える。でこれもまたターン制限がないので、手札に3枚仮にあったとしたら、3枚墓地に送ることによって攻撃力3000ポイントアップも可能です。まあ、そんなないでよね。で、重要なのはやっぱ2番目の効果ですね。召喚リバースした場合、召喚魔術の手札に加えると。で召喚魔術はもうこれも先に説明しちゃいますけれども、このカードが墓地に存在する場合、除外されている召喚獣、アレイスター、召喚師アレイスターを手札に加えるという効果を持っています。ですので基本的に召喚師アレイスターだ、召喚します、召喚魔術持ってきます、召喚魔術効果でアレイスターを含めて除外して、召喚獣モンスターを出します。で墓地に行った召喚魔術の効果でアレイスターを回収して毎ターン使い回すというのが基本的な流れとなります。でもちろんね、召喚魔術でね、手札にシャドールカードを、シャドール融合モンスターカードをね、召喚できる、
素材があれば、シャドウルとね、融合素材に使ってもいいんですけれども、手札でしか泣きないのかなってですね。これ、召喚獣モンスターを出す場合じゃなければ、手札からしか融合召喚、融合素材としか送れないので、そこら辺はちょっと注意しましょう。次、シャドウルエリアル。このカードがリバースした場合、除外されているシャドウルモンスター1体を対象として発動できるそのモンスターを裏側守備表あが表側守備表示で特殊召喚する。効果で墓地を送られた場合、相手の墓地または自分の墓地からカードを3枚選択して除外するという効果を持っています。1番目の効果はですね、リバースしたら、除外したね、シャドウルモンスターを特殊召喚できるという効果なのですが、序盤だといまいち使いにくいですね。除外するカードってやっぱシャドウルークとかじゃないですから、1ターン目で発動するのは、口述するコンボ以外ではちょっと難しいでしょう。もちろんね、地上にね、リソースが枯れた時ではめちゃめちゃね、頼りになるカードではあるので、除外して、例えばシャドウルークで軒並み除外してしまって、もうねえよってなった時に、こいつをセットすればまた戻すことができて、さらにね、除外して特殊召喚したシャドウル融合モンスターか墓地人間はまた効果発動できるっていう感じになるので。で、2番目の効果、これが重要ですね。もちろん1番目の効果も重要なんですけど、2番目の効果。このカードが墓地で送られた場合、効果で墓地を送られた場合、お互いの墓地のカードを3枚まで対象として発動できるそのカードを除外するという効果です。これが重要。対エルドリッチ戦最終兵器と言っても過言ではありません。ミラー戦最強のカードと言っても過言ではない。効果で墓地を送りたらなので、3枚除外。例えばエルドリッチ、単純に言えばエルドリッチ相手だったら、相手のエルドリッチ本体3枚除外すればほぼ勝ちなわけです。もう負けることはない。極端な話を言えばね。ですから、エルシャドールネフィリウムとかを融合召喚して、積極的にエリアルを墓地に送って除外。他にもね、アプカローネとかを墓地に送られた時にエリアルをね、墓地から手札に加えてまた捨てることによってまたと。で、これでも3枚、6枚、9枚、12枚、16、15枚、18枚、21枚と、もうどんどん除外していくことによって、相手のリソースをどんどん削っていくということが重要になっていきます。もちろんこれはエルドリッチ以外でもね、例えば戦闘機だったら戦闘機レイを除外すればいいですし、ミラー戦だったらね、相手のね、シャドウル魔法トラップを除外するのもいいですし、電脳界とかだったら、そうですね、電脳魔法トラップを除外するのもいいでしょう。幻影騎士団だったら幻影モンスターでもいいですね。いいですしね。非常に重要なカード。これも2枚ですね。別に3枚でもいいとは思いますけどね。で、シャドウルビースト。唯一のレベル5上級モンスターですね。シャドウルの中では。このカードがリバースした場合、デッキからカードを2枚ドローし、1枚手札から選んで捨てる。で、このカードが効果で墓地を送られた場合、自分はデッキから1枚ドローする。デッキからカードを1枚ドローするという効果なので、効果で墓地を送られたら、どのタイミングで墓地を送っても全然使えるという効果ですね。ドローできるというのが。で、1番目の効果は、リバースした場合に発動なんですが、こいつシャドウルでレベル5なので、アドバンスセットするのはとてもじゃないんだけども、手間がかかりすぎます。ぶっちゃけそれをやるんだったら他にやることあるだろうという話になりますから。ですから、やるんだとしたらこちら、シャドウルウェンディからセットするのがほとんどです。特に縛りがない場合は、融合素材として墓地に送られたシャドウルウェンディの効果を使う場合、デッキからシャドウルとイーストをセットしましょう。ほとんどの場合は。もちろんね、手札に、例えばエルシャドウルフュージョンとか伏せてて、相手単純に融合して、相手の墓地のカードゲームから除外したいなとかいうんだったらね、シャドウルリザードをと、ウェンディからシャドウルリザードセットしてエリアル落とすとか、いや、魔法トラップありてんだよとかね。そういうのもあるので、シャドウルリザードを形容するのもありなんですけれども、特になんかこだわりがないというのであるなら、もう基本的にシャドウルビーストをセットします。これは2枚ドローして1枚捨てるのが非常に強いというのもありますが、引きたくないんですよ。手札にね。別に手札に引いても融合素材にできるからいいんですけれども、シャドウルウェンディから持ってくることによって、そういう素引きの可能性を減らすという役割もあるので、基本的にはシャドウルビーストでいいと思います。その時々のね、プレイングというか、そういった相手との相性によるんですけれども。で、モンスター終わりかな。で、次に魔法カードいきましょう。ハーピーの魔法冒険。特に考えることはないよね。これは言います。はい。で、愚かな埋葬。オールマイティーカードですね、これも。シャドルリザード落として、ウェンディー落とすなり、ヘチョーク落とすなりしてもいいですし、シャドルドラゴン送ればサイクロンみたいな変わり気にもなりますし、エリアルを落とせば DD クロー3枚分です。頭おかしいな、こいつ。やべえな、ということになるので、これも確実に言います。で、テラフォーマーズ。これはもう暴走魔法陣をサーチするだけのものなんですが、それでも特に重要じゃないというので、引き切ってしまった場合はもう超融合のコストにするとかそういったものにしましょう。
で、シャドウルフュージョン、このデッキの、このデッキというかシャドウルがシャドウルであるがゆえん魔法版ですね。はい、シャドウル融合モンスターカードで決められたモンスターを墓地に送り、エクストラデッキから特殊召喚する。エクストラ、そしてエクストラデッキから出たモンスターが相手フィールド上に存在する場合、このカードはデッキのモンスターも存在にできるというデッキ融合の最初かな、おそらく。今巷でいくらでも溢れているようなデッキ融合の中でも本当にこれが最初って感じです。未来融合とか除けばですけど、相手フィールド上に相手からするとシャドウルを相対するときに、クソ、シャドウルフュージョンあるかもしれねえ、エクストラデッキから出たモンスター残したくねえっていうのがあるんですよ。もうそれはこのカードの存在の差です。このカードの存在、エクストラデッキから出た存在がフィールド上にいるときはもう基本的にはこいつを持ってきて、こいつを回収して、こいつをどうにかして打つ、それが勝利への近道です。例えばエルシャドールしかないとするじゃないですか、ね、シャドールフュージョンないと。でも相手フィールド上にエクストラデッキから出たモンスターがいてエルシャドールしかないと、でもシャドールフュージョンないなっていうときは、まあ、エルシャドールフュージョンでネフィリムかアプカローネを出します。まあ、ネフィリムを出した場合はもうそうですね、敵直接シャドウルフュージョン墓地に送りまして、でこちらグラビティコントローラーを出すことによって墓地に行ったネフィリムの効果でシャドウルフュージョン拾って、でシャドウルフュージョン発動と。まあ、デッキ融合ですから、アドバンテージは莫大にまた稼ぎます。でもちろんこちらのベルデアナコンダでコピーするのも OK です。はい、ベルデアナコンダでコピーした場合は春うららを食らわないので、そういった意味じゃ便利ですね、こっちの方が。そうなんですよ、こいつ春裏を食らうんです、デッキ融合を言ってるから。デッキから融合召喚できない状況、例えばまあ自分が先行だったとする、でシャドルフュージョンで融合したいなっていう時でも春裏は打てます。え、なんで俺エクストラデッキから、じゃあデッキから特殊召喚できないよ、お前エクストラデッキから出たもんさ、いやいやいや関係ない関係ない、それ含んでるからって言われるので、もう本当にこの春裏というカードはもうめちゃくちゃきついです。相手からするとこれに対してどう打つか、はよシャドルフュージョン打て、いやシャドウルフュージョン来た、ハルウラやって感じ。まあ逆にね、それを逆手にとってこちらサイフレームギアガンマを打つとか、あるいはシャドウルフュージョンにハルウララを打たせた上で墓、こちらね、隣の芝刈り打つとか、そういったあれもありますけどね。でこちら強欲で貪欲な壺、デッキからカード10枚ゲームから除外することによって2枚ドローするという効果ですね。まあまあまあ60枚ですから、これ3枚使えるんだね。現実では2枚しか使えないんですけどね。まあ強カードですので3枚揃えてみましょう。はい、でこちら隣の芝刈り、60枚デッキですから、そうですね、最大20枚ぐらいは落とせるということになるんですが、打てば勝ちという、非常に勝ちに近づくという、そんな類のカードです。全力でこれは通したい。芝刈りを通すときに、まあ、先ほど言ったようにエルシャドールから打って相手のウララを釣るとか、そういったこともあるんですが、アレイスターがある場合ですよ、仮に。じゃ芝刈りとアレイスターがある、その場合絶対にこちらから打ちましょう。アレイスターから、まずアレイスターから打ちます。まあ、召喚魔術持ってきます。で運が良ければここに相手がうらら打ってくるじゃないですか、ね、で相手が打たない場合、じゃあ相手がうらら温存した場合、持っていたとして仮定、持っていると仮定してね、じゃあ召喚魔術から、じゃあアレイスターから召喚魔術を持ってきます。でじゃあその処理後にアレイスターを墓地に送って、こちらアルテミスを出します。リンク1ですね、魔法使い族素材に。でその後こちら召喚魔術を発動し、この召喚者アレイスターとアルテミスを除外して、こちらのメルカバを特殊召喚します。で墓地に行った召喚魔術の効果でゲームから除外されたアレイスターを回収して芝刈りを打ちます。すると相手がここにウララを打ってきたとしても、メルカバーが存在するので、メルカバーの効果、さっき回収したこのアレイスターを捨ててモンスター効果を無効にするということになります。もちろん相手もそれが分かっているから、アレイスターを召喚手だった時に相手はウララあったらほぼ確実に打ちます。まあ、もちろん無限法要とかベーラーとかもあるかもしれないんですけれども、仮にウララしかも、妨害カードがなかった場合は確実にここに打ってきます。ですので芝刈りとアレイスターがある場合は絶対どんなことがあってもアレイスターから召喚しましょう。これはもう約束です。そしたらこっちが通るということでもあるので、で、まあ、召喚魔術は言いましたね。でこちらマジカライズフュージョン、
これはね、魔法使い族用のミラクルフュージョンなのですが、これはちょっとね、後でじゃあ説明しましょうか。コンボの時で、基礎コンボの、あれでね。で、暴走魔法陣。デッカラレイスターをサーチという効果を持っています。まあまあ、これも2枚なので、純正限カードなので2枚です。で、もう1個、このカードがフィールドに存在する限り、自分はモンスターを召喚する効果、融合召喚する効果を発動した時無効化されず、その融合召喚成功時に相手は魔法トラップモンスターの効果発動できないという効果を持っています。簡単に言いますと、こいつが貼ってある状態でシャドルフュージョンを打ちます。その状況で神の宣告だとかそんなことを打たれても、無効にはならず発動がそのままできます。これがあるとね、発動することじゃできるんですよ。あ、じゃあ発動無効のカードを打つことができます。例えば神の宣告だったらライフは半分払うじゃないですか。半分払って無効なんですけれども、それ無効になりません。こいつがある場合は融合は絶対通るということです。ただシャドルフュージョンの場合、春うららを打たれた場合、それは無効になるんですよ。ここややこしいんですけど、なぜなら春うららは発動を無効にしてるわけじゃないから、効果を無効にしてるだけで、発動を無効にしてるわけじゃないので、シャドルフュージョンとかは無効になってしまいます。ここはちょっとややこしいんです。で、もう一個の効果は融合召喚成功時に相手は効果を発動することができないということです。これはですね、メリットとしては奈落の落とし穴とか、あるいは激流層とかいったカードがそもそも発動できなくなります。融合召喚成功時に打てない場合、打てないので、まあ、チェーン2以降に融合召喚したらできるよというややこしいのがあるんですけど、それはまあ置いときましょう。で、もう一個の使い方として、こちらのカード、アウゴエイです。で、こちらアウゴエイですは、このカードが特殊召喚に成功した場合、または相手フィールドモンスターが即殊召喚された場合、相手フィールド上のモンスター1体を対象として発動できる、そのモンスターを破壊するという効果を持っています。で、これをこの暴走魔法陣が貼ってある状況で特殊召喚した場合、まあ、仮にそうですね、相手に何だろうな、何がいい、じゃあバーミあのアルティメットデクレアラーがいたとします。ちょっと待ってね、調べたら出てくるかな。ちょっと待ってくださいね。デクレアラーと、こちらのね、はい、アルティメットデクレアラー、このカードはね、魔法トラップ効果、モンスターの効果、魔法トラップカードが発動した場合、手札から天使族モンスターを捨てることによって無効にすることができるという効果を持っています。これを、暴走魔法陣の処理庫に行った時に、まあ当然暴走魔法陣貼ってるわけだから、融合は発動が絶対通るじゃないですか。ね。相手もそれを分かってるわけですよ。当然。これね。で、その効果に、こちら、それが分かってる時に、こちら、アウゴエイディウスを出します。すると、アウゴエイディスが特殊召喚に成功したときに、相手はモンスター効果発動できないので、この特殊召喚成功時に破壊するという効果に対して、無効効果を打つことができないんですよ。確かに、暴走魔法陣が張ってると、こちらのね、シャドウ、まあ、融合とかの融合は止めることができないんです。発動無効にはできないんですけれども、じゃあモンスター効果に打てばいいじゃんと思っていた相手も、こいつを出すことによって、何もさせずに破壊することができる。なぜなら特殊召喚成功時だから、融合モンスターね。こういうこともできるということを覚えておきましょう。で、次、超融合。手札を1枚捨てて、自分相手のフィールドから融合素材モンスターを特殊召喚できる。この効果に対してチェーンができないという効果を持っています。まあ、仮想敵としてはやっぱり、まあ、エルドリッチですね。ネフィリムを出すときに、シャドールと相手のエルドリッチでネフィリムを出すと。で、ネフィリブの効果でデッキからエリアルを送れば、融合素材にしたエリアルをそのまま除外することができるという効果なので。まあ、もちろん、こちら先ほど言ったね、アルティメットデクレアラー。これもチェーンができないですから、無効にさせることなく、ほぼ確実に除去することができると。これを無効にすることができるのはほぼありません。まずない。せいぜい発動している直命とか、それぐらいです。で、エルシャドールフュード、速攻魔法ですね。こちらのデッキ融合をなくした場合の融合の速攻魔法バージョン。バトルフェーズの追撃に使ったり、相手ターン中に使ったりと非常に幅広い効果を受けます。このデッキ、先ほども言ったようにミドラーシを出すことがもう大前提で動かなければならないカードです。これはね、ですので相手ターン中にエルシャドールフュージョンを発動して、こちらのミドラーシを出して蓋をするというのが基本的な戦い方。まあ、もちろんこれはシャドールーグでもできますけどね。
で、禁じられた一滴、自分フィールドまたは手札からことカード以外のカードに2の数だけ墓地を送って発動できる。その効果だけ相手の効果モンスターを選ぶ。そのモンスターはターン終了時まで攻撃力が半分になり、効果を無効になる。このカードの発動をして相手はこのカードを発動するために墓地を送ったカードともともとの種類が同じカードを発動できないという効果を持っています。こちらはですね、ドライトロンで言うならばね、ごめんなさいね、ずっとこれで。ドライトロンで言うのならば、ね、効果のチェーンをさせないので、モンスターを墓地に送ることによって、ね、このカードの効果で。モンスターを墓地に送ることによって、モンスター効果がチェーンできなくなるので、何もさせずにこいつを無効にすることができると。さらに攻撃力が半分になるという効果も結構重要で、まあ、ミドラーシちゃんが2200という攻撃力が低いモンスターなので、まあ、エルドリッチでしばかれるときにですね、ダメージステップで、禁じられた一滴を打つことによって、ミドラーシちゃんを守ることができるっていう効果になっています。まあ、これはとりあえず、ドライトロンに対して有効かなと思って入れているので、2枚にしていますが、もうこれから先いらないというのであるならば、まあ、抜いてもいいかなって感じです。汎用カードの一つなので、ね、環境が変わってきたら。まあ、開始のターンで、後攻側からでもまくりに行くときに使うので、これはいると思いますけど、今んところは2枚かなって感じです。はい、じゃあトラップカード、バージェストなディノミスクス。フィールドの表側表示カード1枚手足を外力、手札を1枚捨てて対象のカードを除外する効果です。2番目のトラップモンスターの効果はまあいいでしょう。手札を1枚捨ててフィールドの表側表示を除外するので、簡単に言えば2枚2-1交換なのでディスアドバンテージですよね。まあ、ただ、これがシャドールだと、これ墓地を送るのが効果なので、シャドウールを捨てることによってそのまま効果を発動することができます。これ超融合とか一滴とかと違う感じです。超融合の場合は1枚捨てて発動するコストなので、たとえこれでこうコストでこちらを捨ててもシャドウールね、カードを捨てても効果発動しませんが、バージェストマディノミスクスの場合はこれは効果で捨てるので、墓地へ捨てられたこちらねシャドウールカードはそれぞれ効果発動できます。ディノミスクス効果で、じゃあ、リザードを墓地に送って、じゃあ、デッキからね、ドラゴンを送れば、相手の魔法トラップ破壊できて、22効果になるし、エリアルを送ったら墓地の3枚除外できるし、ウェンディーを墓地に送ることによって、デッキからシャドウルをセットすることができるし、ヘッジホッグを送ればシャドウルをサーチすることができるし、もう単純にね、シャドウルビーストを捨てることによって、11効果にするとね、払ったコスト分を回復する、させることができると。まあ、これもね、まあ、エルドリッチに対して非常に有効であるのと同時に、まあ、他だと例えば永続系のカード、戦闘機デッキだったり、マルチロールとかでも打てたりするので、魔法トラップにも打てるので、モンスター以外にも。まあ、これも汎用カードの中一つですね。で、シャドウルインカネーション、墓地蘇生のカードかな。これもちょっと後で説明します。はい、シャドウルーツ、これが効果で墓地を送られたらシャドウル魔法トラップを回収できるという効果と、発動後効果モンスターとなってフィールド上に特殊召喚されるトラップモンスターとなるっていう効果です。まあできれば素引きはしたくないカードではあるんですよね。できるまあエルシャドールとか使ってまあネフィリムを特殊召喚した時に直接これをデッキから墓地に送ることによって墓地に送られたエルシャドールを回収することができるという効果なので、まあ入れてればちょっと便利なんですが、複数枚は積みたくないっていう感じかな。いや便利なんですよ、これ非常に強いと思うんですよ。まあただまあ今のところやっぱ1枚でいいでしょうと。でシャドウルーク、シャドウルの最終奥義のようなカードですね。こちらこれはですねめちゃめちゃ強いです。これはほんと強い。自分相手のメインフィールドで発動できる。自分のフィールドの墓地からシャドウル融合モンスターガードによって決められたモンスターを除外し、その融合モンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚できる。その後この効果で特殊召喚したモンスターと同じ属性を持つ相手フィールドのモンスター1体を選んで墓地を送ることができる。この効果で特殊召喚したモンスターは直接攻撃できない。まず特殊召喚したモンスターは直接攻撃できないというデメリットはあるのですが、でさらに自分と相手のメインフェーズにしか打てないというのもできます。バトルフェーズに打てないし、じゃあエンドフェーズに打つということもできない。メインフェーズにしか打てないというのがあります。ですがそれを補ってあまりあるほど強いです。墓地除外なのでフィールドまたは手札のカードを減らす必要がないです。まあもちろんね、墓地にカードがない場合はフィールドのを除外してもいいんですけれども、基本的に墓地のカードを除外することによって何の損失もなく融合モンスターを出すことができるという点がある。そして何よりも素晴らしいのがこの除去効果。属性融合召喚した
モンスターと同じ属性のモンスターを除去するという効果を持っています。しかもこの除去が選んで墓地へ送るというのなので、破壊耐性を持ったモンスターも、墓地に送ることができます。まあ先ほど言ったエルドリッチとかね、エルドリッチは墓地から、回収されて特殊召喚された場合効果で破壊できないというで非常にね強い、効果を持っています。それもシャドウルークの前じゃ何の意味もありません。これ対象に取らず墓地送りなので、もう問題なく墓地送り、これに対して耐性を持ってるのはなかなかいない。正直な話、除外耐性や破壊耐性や対象耐性はいくらでもいますが、墓地送りの対象を取らない耐性を持つのはなかなかいません。これに対して耐性を持ってるのは効果を受けないとかそういったカードです。それぐらいの超上級のレベル。まあ、基本的に闇属性と光属性を中心になります。というかそれしかほぼないから、まあ、エグリスタと四季長先輩は地属性と炎なので、まあ、それもできなくはないんですけれども、そうそう都合よくこいつら出ません。やっぱり都合よく出るのはこちらでしょう、闇属性と光属性です。まあ、簡単に言うと闇属性と光属性が蔓延しているような環境だとシャドールはいつでもどこでも光り続けるでしょう、デッキとして。それ以外が流行るようになったら厳しい。はい、次、じゃあめっちゃ長いね、すいません。喉が痛い。はい、行きましょう。エルシャドールミドラーシュ、このカードがフィールド上で存在する限り、フィールドのこのカードは相手の効果では破壊されない。そしてこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、お互いに特殊召喚は1回しか発動することができない。このカードが墓地に送られた場合、自分の魔法師の魔法トラップカード1枚手札に加える、シャドール魔法トラップカード1枚手札に加えるという効果です。シャドールの戦い方の原点はこいつですね。こいつをいかに特殊召喚して、相手を抑制していくか蓋をしていくかという効果になります。特殊召喚がお互いに1回しかできなくなるということなので、単純に考えてですよ、相手の特殊召喚手段にチェーンしてエルシャドールフュージョンやシャドールークでこいつを出せば、もう相手は特殊召喚できなくなるんです。例えばそうですね、死者蘇生でじゃあ墓地に存在するエルフの剣士を特殊召喚しようとしました。でエルフの剣士ともう一個を特殊召喚してリンク召喚するみたいなことを考えてたとしますね。相手がその死者蘇生にチェーンしてシャドールークやエルシャドールでこいつを出すと、ミドラーシュを出すと、ミドラーシュが出ました、それにチェーンして死者蘇生でね特殊召喚した相手モンスターになるので、こいつが出た特殊召喚が1回行ったということになるので、相手はもう特殊召喚できません。まあ、基本的にそれが一番のこのデッキの勝ち筋です。相手からするとこれをどうやってかわすかになります。ただ攻撃力2200、守備力800となかなか脆弱な女の子なので、守ってあげましょう。まあ先ほど言ったアレイスターで守ったり、白雪で守ったりとかね、もちろんディノミスクスで守ったり、シャドウルークで除去するのもいいでしょう。でアプカローネ、1ターンに、この効果のコーナー名13の効果は1ターンに1度しか使用できない。このカードを特殊召喚に成功した場合、フィールド表側表示カードを1枚を対象として発動できる、そのカードの効果を無効にするという効果ですね。これなんですけれども、このカードが墓地を、違う、これは、魔法トラップでなくても、魔法トラップでも構いません。モンスターでなくてもいい。まあ、別にモンスターに打つことが多いんですけれども、魔法トラップ例えば直命とか、他はスキルドレインとか、スキルドレインはまあ無効にするのはなかなか難しいけども、群雄割拠とかそういったカードを無効にすることができる。でこのカードは戦闘で破壊されない。2500の戦闘破壊耐性はなかなか強いですね。でこのカードが墓地に送られた場合、自分のデッキ墓地からシャドールカードを墓地に選んで手札に加えて1枚捨てるという効果を持っています。他のシャドールモンスターは墓地に送られた場合、墓地のシャドール魔法トラップを手札に加えるという効果なのですが、これはデッキ墓地という非常に幅広い部分から回収できるのに加えることができるんですが、1枚捨てるというリスクがあります。まあ、1枚捨てるリスクがあるので、シャドールカードを捨てれば非常にね、他のシャドール隊よりもはるかにね、アドバンテージが取れるカードになるんですが、ない場合はめちゃめちゃね、不便になるというか、これ捨てなきゃなんねえのって言ってるときある。羽根棒を捨てなきゃならない時もあるでしょう、時には。でエグリスタ先輩、これはまあいいかな、松が。でネフィリム、もう先ほど死ぬほど説明したと思うんですけれども、召喚し成功した時、デッキからねシャドウガード1枚墓地を送ると。で特殊召喚されたモンスターと戦闘を行う場合、ダメージアップ開始で発動できる、そのモンスターを破壊するっていう効果と、まあ、回収効果を持ってます。まあ、これもコンボ召喚の時にやるかね。でまあアウゴイですよ、先ほど言ったね。でメルカバも先ほど言ったか、魔法トラップ効果モンスターを攻撃すると。
で、あとは大丈夫かな。で、グラビティコントローラー、これはですね、シャドールモンスターをエクストラ前期ゾーンにいて、そいつを墓地に送ってこいつを出すことができるんですが、先ほどね、先ほどもちょっと言ったか、シャドールカードを融合召喚して、まあ、エルシャドールネフィリムを墓地に送って、まあ、好きなね、シャドールークなりエルシャドールなりを墓地にデッキからネフィリムの効果で墓地に送って、その後即座にグラコンを出すことによって、まあ、疑似的なサーチになると。なのでこれはね、非常に重要な、シャドールでは重要な部分で、アルテミス、これは光を供給させるものですね。まあ、アレイスターから出すのが基本ですが、別にヘッジホッグとかリザードとかからでも変換することができるので、例えばヘッジホッグ2枚とシャドルフ融合があったとして、まあ、ヘッジホッグ出場召喚してヘッジホッグを墓地に送ってアルテミス出してシャドルフュージョン打てば、光属性とシャドルヘッジホッグでエルシャドルネフィリも出すことができるということがあるので。で、クロシープ、これは展開要因ですね。で、アナコンダ、先ほど言ったか。はい。めっちゃ喋りすぎだね。すいません、すいません。じゃあ、コンボ紹介をやって終わりにしましょうか。コンボ紹介というか、なんて言うんだろう。試合をね、解説しながら見ることができて。はい、それでは、対戦動画をコンボを踏まえながら、見ていきたいと思います。コンボを踏まえながらというか、コンボ紹介ですね。このハンドでできる布陣のやり方から、皆さんに覚えていただきましょうと。こういったハンドで動きますよ。すいませんね、ごめんね、長くてすいません、本当。こんなもんですよ、私スチームでやってるんですけどね。はい、じゃあいきます。ハンドに必要なカードはですね、3枚です。こちら、ちょっと見ますね。こちら、アレイスター、まあ暴走魔法陣でもいいですよ、暴走魔法陣でもいいです。アレイスターとシャドールウェンディかシャドールリザードと、で、融合魔法カード、エルシャドールフュージョンかシャドウ、エルシャドールフュージョンかシャドールフュージョン、この3枚です。3枚って多くねっていうのは確かになんですけどね、あくまでもこれが揃ったらこういう布陣ができますよというのだけをお教えしますね。じゃあいきます。まあ、まずはアレイスターから動きます。これはね、で、暴走魔法陣の効果でアレイスターを手札に加えて、まずアレイスターを通常召喚で、アレイスター通常召喚で効果発動してデッキから召喚魔術を手札に加えます。そして、アレイスターをそのまま墓地に送り、リンク1アルテミスを特殊召喚します。そして召喚魔術を発動で、それに遅延する形でエルシャドールフュージョン発動。はい、ここなんですけれども、なんで僕が、これに遅延してエルシャドール打ったか、増殖する G の警戒です。例えば相手が増殖する G を持っている場合、まあ、アレイスターの通常召喚に打ってこなかったというのならば、ここに打ってくると思うんですね、遅延する形で召喚魔術に。で、ここに打ってこなかったということは、ほぼ確実に増殖する G は持ってないと考えていいでしょう、ね。で、ここに対して相手が増殖する G を打ってきたら、それに遅延する形でエルシャドールから打つことによって、ネフィリムを立たせつつ、メルカバーを出すことができると。これが仮にですよ、エルシャドールから打ったとするじゃないですか。召喚魔術、いや、持っといて、エルシャドールが打つと、そのエルシャドールに、じゃあ、遅延で増殖する G って打たれた場合、で、あって感じになって、まあ、ネフィリムは出しますけども、その後召喚魔術打ったら2枚ドローされてしまうんですよ。まあ、このやり方でやることによって、基本的に相手にドローするか、ドローする確率を1枚に減らすことができると。ごめんなさい、ちょっと打足でしたね。はい。で、エルシャドールフュージョン発動します。その効果にアルテミスと手札のシャドールリザードまたはウェンディを墓地に送ります。融合召喚、エルシャドールネフィリム。で、召喚魔術の処理によって墓地のアルテミスとアレイスターを除外、メルカワを特殊召喚します。で、ネフィリムの効果で、リザードまたはウェンディの効果ですね。で、リザードで送るのはウェンディです。あ、別にどっちでもいいですよ、ネフィリムで送るのがウェンディです。ウェンディを送り、そしてネフィリムの効果によりデッキからエルシャドールインカネーションを墓地に送ります。で、先ほどちょっと説明しなかったインカネーション、
この自分の墓地に存在するシャドウモンスターを裏守備表示か表側表示で特殊召喚できる。で、自分の墓地からこのカードとシャドウルカード1枚を選んで除外して以下の効果から1つを選択して発動できる。自分フィールド上の裏側表示モンスターを表にする。で、表側表示モンスターを裏守備にする。どっちかと。で、これはですね、裏から表にする効果を今回使います。で、まずはウェンディ効果ですね。ウェンディ効果でこちらエリアルを特殊召喚します。そしてネフィリウムを墓地に送り、グラビティコントローラーを特殊召喚。で、グラビティコントローラーっていうかネフィリウムの効果、墓地にスタイルシャドウルフュージョンを回収します。これはシャドウルフュージョンでも構いません。で、インカネーションの効果、インカネーションとネフィリムを除外してウェンディから呼び出したエリアルを表側表示にします。そして表側表示になったエリアルの効果、ゲームから今コストで除外されたネフィリムを特殊召喚しますね。で、ネフィリムの効果、特殊召喚されたのでジェキからシャドウルークを墓地に送ります。で、召喚魔獣の効果、これもうちょっと早めにやっといてよかったですよこれ早めにやっててください。じゃないとメルカバーの効果使えなくなる時もありますからね。そしてこの2体でリンク召喚、効果モンスターが2体なので、こちらベルテアナコンダを特殊召喚します。で、墓地に送られたのでネフィリムの効果発動します。墓地のシャドウルークを手札に加えます。そして効果、ベルデアナコンダの効果によりデッキからこちらですね、はい、マジカライズフュージョン、魔法使い族用の、ミラクルフュージョンですね。これをベルデアナコンダの効果で墓地に送ることによって魔法使い族を特殊召喚することができます。墓地のシャドウルカードを2枚墓地に送ることによってこちらですね、魔法使い族用でミドラーシュを特殊召喚します。これで特殊召喚が相手は1回しかできません。そして、エルシャドールフュージョンとシャドールをセットします。で、この布陣が、まずエルシャドールミドラッシュの効果でお互いに特殊召喚が1回しかできません、で、メルカバーによってモンスター効果または魔法トラップカードの効果どれか1個を無効にします。そしてシャドールークによって墓地に存在するのが光属性と、他の属性、他の属性、そしてフィールド上にね、闇属性がいるのでミドラーシュ、アプカローネ、ネフィリムのどれかが出すことができます。つまり、こちらから出すことができて光属性と闇属性を無条件で墓地に送ることができ、さらにはミドラーシュの2枚目出すことができる、さらに、ネフィリムを出すことができればデッキからカードを落とせるので、今はエリアル手札に引いてますけどもエリアルがある場合はネフィリム効果でデッキから墓地に落として墓地のカードを3枚除外することができます。ドラゴンを落とせば魔法トラップカード1枚を渡ることができます。ヘッジホッグを送ればデッキから魔法スターをサーチすることができます。リザードを送ればそれらを全てどれかにすることができる。で、エルシャドールフュージョンの場合でも一緒ですね。こちらね、ミドラーシュを2枚目成立させることもできるし、ルークからこちらですね、ルークからネフィリムを出して効果でヘッジホッグとか送ってサーチすればもう簡単にね出すことができる。ミドラーシュは少なくとも成立させることができる。アプカローネを出すことができればフィールド上のモンスターまたは魔法トラップカードを永遠に無効にすることができるという布陣になります。で、しかもアレイスターがあるので相手からして帰ってきたらまた通常召喚して召喚魔術を持ってくることができればさらに展開ができ可能と、という布陣ですね。これが基本の布陣っちゃ布陣です。もちろん揃えばの布陣ですよ。で、相手が5枚伏せてエンドしようとしたのでメイン終了時にシャドウルークの効果でデッキからエクストラデッキからネフィリムを特殊召喚します。はいはい、ネフィリムを特殊召喚で、ネフィリム効果でデッキからカードを墓地に送ります。で、この時置くのは絶対リザードを経由してください。シャドウルークがあるので墓地にリソースが溜まってないと融合召喚ができなくなるので、で、今回ヘッジホッグを墓地に送ってサーチするのを選びました。エルシャドールを温存する方法ですね。もちろんここでね、相手のエンドフェーズに合わせてエルシャドールを出して発動して魔法トラップカードを割っても構いません。で、今回エルドリッチっぽかったからエリアルを残したかったので言ってませんけど、で、バトルフェーズ、ここでねアナコンダから攻撃を仕掛けたんですが、
こちらコンキスタドールチェーンエルドリクシルじゃないですか。まあ、これで言うならばデッキからエルドリッチがやってきて、さらにコンキスタドールの効果で破壊されるということになるんですが、こちらミドランシュの存在をおそらく相手さんは忘れているので、特殊召喚が1回しかできないのに2回打ってます。簡単でしょこれ。なのでこれコンキスタドールは出てきません。まず、はい、逆順処理でエルドリクシルから持ってきますね。エルドリッチが特殊召喚されます。でもミドラーシュがいるので特殊召喚が1回しかできないのでこれは不発になります。でネフィリムで攻撃で、それに合わせてトラップトリックはそう、デッキから通常トラップカードを除外してその同盟カードをセットします。ドラグはパニッシュメントですね。でトラグはパニッシュメントの発動、エクストラデッキからモンスターカードを送ることにその攻撃力以下の相手モンスターを破壊するのですが、メルカバーを選択しました。でメルカバーを選択した時に2500以下を送ればいいことになる。これでヌトスを送られるとちょっと困ることになります。なのでそれにチェーンして手札のアレイスターを上げて攻撃力を上げます。3500にする。でこの3500にすることで相手は3500以上のモンスターを捨てなければなりません。エクストラデッキからで3500以上のモンスターをぶっちゃけた話送ってもそんな怖くないので別に構いません。ヌトスを送られる方が嫌なので、エリアル効果でダメージ1000破壊、そしてミドラッシュで攻撃でグラビティコントローラーで、この状況でも僕はまだね、こちらネフィリムがあるし、じゃあエルシャドールがあるし、手札にはアレイスターもある。通常召喚は可能なので、ドラゴンとエリアロボチに使ってアプカローネを特殊召喚、エルシャドールの効果、エリアル効果で3枚除外します。でドラゴン効果でフィールドカードもあります。でここでもう相手が戦意喪失になっていると思うので墓穴の示しを打つの忘れていますね。はい、で攻撃で相手がサレンダーですということですね。これはまあ先ほど今やったようなコンボを、まあハンドが揃えば目指してみるといいのではないでしょうか。これがまあ基本のコンボですね。はい、長々と喋ってしまって本当に申し訳ありませんでした。以上です。シャドールのねデッキ紹介動画でした。シャドールいいデッキでしょ、楽しいでしょ。ぶっちゃけた話本当に使っててね楽しいです。まあシャドールの何がいいのかというと、もう毎回毎回ハンドが違ってね、なんだローグライクゲームやってるような楽しさがあるんですよ。もう常にね、画一的じゃなくてもうハンドとにらめっこして常に新しいやり方を考えていかなきゃならない。もちろん暫定的な動き方はあるのだけれども、ここをこうしてこうやったらまくれるかなとか、そういうのをもう手札によってどんどん変わってしまう。もちろん事故もありますよ、事故も多い当たり前ですけど、それが楽しい、事故すらも楽しむことができる、それがシャドールの魅力だと僕は思っています。はい、それでは以上になります。シャドールのデッキ紹介動画でした。もしよろしければね、これを見て、復帰勢の方もマスターデュエルから入ったよという方もシャドールを組んでいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。